フランツ・ザビエ・フィーバー・フランツ・クサーバー・フィーバーは、チェコの昆虫学者、植物学者である、ヨーロッパの半締めなどの著者として知られる、プラハに生まれた、王立プラハ技術学校で学んだ。役人として働くがこの時代のチェコの自然科学者たち、カレルとヤンのプレスル兄弟、ヨハン・ミカン、イグナツ・フリードリヒ・タウシュ、ビンチェンツ、フランツ・コステレツ・キーから影響を受けた。 1832年には役人を辞め自然科学の研究に専念した。はじめプレスル兄弟やカシュパルマリア・シュテルンベルクらのチェコの植物の研究に参加したが、1832年からは昆虫学に転じ、特に半締目を専門とした。1860年にヨーロッパの半締目が出版され、約200の昆虫が記載され、高い評価を受けた。 フィーバーの集めた標本は、パリ自然史博物館にある。セリカの植物の俗名、フィブラに懸命されている。AB、イルサヤン、フィーバー、フランツザビエ、イン、ノイエドイチェビオグラフィ、バンドゴ、ダンカーハンブロット、ベルリン1961、ISBN3 から428001869、S138F、ドクター、フランツザビエ、フィーバー、 ゾボダット2014年4月14日閲覧。フィーバーは植物の学名で命名者を示す場合にフランツクサーバーフィーバーを示すのに使われる。ありがとうございます。